はい、皆さん、まいどまいど。はい、ワインィングね。必要なのはね、早く巻くだけじゃないかね。笑顔も必要だからね。特にね、経営者レベルになるとね、ムキになって巻く傾向があるけどね。やっぱね、余裕のある顔で巻きたいよね。で、さらに笑顔も必要だよね。トロックサイさ、スタッフとさ、一緒に巻いたりするとき、俺は先生なんだっつってね、ムキになってね。 若いスタッフをね、煽るじゃねえけどね。大先生ね、一人でムキになってね、ニコルともしないでね、バラ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 マシンガンのごとく巻いてもね、なんか一人で頑張ってる感、見てて、疲れるね。どうよ。まあ、あ若いスタッフとね、一緒に巻くときね、ムキになっちゃいけないよね、ベテランがね。でもこのムキになるっていうのさ、レベルってのあるからね。一分間に、二本、なんとか巻けるような若いスタッフと、 一分間になんとか三本負けるような先輩のレベルの話じゃねえんだよな。お客様の頭の上で競争しちゃいけねえよな。忙しくなるとね、若いスタッフと捕まえてね、いつまでパーマ巻いてんのとかね、言いたくなる気持ちはわかるけどね。一年、二年はね、辛抱して待つしかないよね。まあね、あの、待てないから練習しなさいってのはあるけどね。で、練習しないでね、 とろとろ巻いてるスタッフ見るとね王先生はねなんかムキになって巻きたくなる気持ちってのもあるよねムキになって巻いてもいいけどその時スタッフがそこそこのスピードでやっぱり笑顔で巻いてたらやっぱ王先生の負けになるよな怖い顔して巻いてるお客さんも心の中じゃ王先生そんなムキになんなくていいわよなんて思ってんじゃねえの美容師の場合はね常に顔色見られてるからねお客様にね 歯医者とかだったらね、見られてねえかもしんないけど、やっぱりね、作業中の顔つぎってのは大事だよね。まあ、こうやってね、二人で巻くとね、ちょっと太いんで巻いてる、細いんで巻かれたりね、するけどね、もう構わないの、そんなの。好きに巻いていいよ、つってんの。ある程度はね、巻きながらね、ちょっと細くしてとか指示出すけどね、多少間違えられてもね、気にせず、あ、いい、つって、後でこっちで直すからって。まあ、ああまりね、プレッシャーをかけないように巻かせてあげる。なにね、大先生がね、見ててね、 ちゃそちかなんてね、けん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 言ってるとね、巻く方も巻きづらくなっちゃうかんね。そんな言うんだったら一人で巻けよって言われちゃうかんね。ワインディングはね、ま、笑顔。余裕のある笑顔。それでもってね、肺が止まんないようにはスピードで巻かなきゃダメよ。はい、お疲れ様でした。